さあ日本ワールドカップへいざ決戦です。2010FIFA ワールドカップアジア地区最終予選グループ A、 日本が勝てばワールドカップという試合が始まりました。さあ相手の司令塔ジェパロフが中村健吾、中村健吾2人に囲まれて中村健吾がボールを奪われた。いいですね、はい、サイド中村健吾、おーいいボール、奥も奥も、さあ入った、最後は入った、入った、岡崎、岡崎が決めた。ワールドカップへ非常に大きな大きなまず1点。いや今中村健吾選手からいいボールをね、大久保選手に出ましたね、はい、ただどうですかこれ、もうアウェーの雰囲気といいますか、ゴールを取っても全然その観客がわーっともう下がらないんですよね、はい、シーンとなりましたね今。さあ岡崎が見事に結果を出しました。今のシーン中村健吾からワントラップして、はい、打ったんですけどキーパーに跳ね返ったところ、そのまま岡崎らしいそのドロップ、岡崎ですね、岡崎でした、はい、岡崎が、まあ、実にこの最終予選初ゴールが値千金。ワールドカップ出場が決まれば、勝てば決まるという試合で非常に大きなまず先制点を挙げました。どの選手か、一旦プレーが止まりました。あっとレッドカード、レッドカード、何ですか、レッドカード、何があったのか、肘だ、肘を入れたという、一発退場。日本は10人で、さあ残りあと1分、ワールドカップの切符をかけて戦うことになります。これはもうね、レッドカードはもう変わらないですから、はい、早く出てもう他の選手は集中するべきですね、この残り時間。まだ納得できない表情の長谷部。武田さん、はい、日本は6番阿部を用意しましたね。阿部勇気を入れますか、はい、日本は最後のカードを切ってきます。さあ間もなくロスタイムに入りました。なんと岡田監督退席処分、ロスタイムは4分です。さあ日本集中、ミドルシュートが来ない、危ない危ない危ない、おお、いや危なかった。そしてまたボールが入ってきます、ゴール前集中、枠の外、枠の外、元の時計ではロスタイム4分経過。日本苦しい展開、しかし確実にその時は近づいている。日本のサポーターの声が聞こえる、これホイッスル吹かれた、日本苦しんで苦しんで苦しんで掴んだ4大会連続のワールドカップ決定、夢の切符を手にしました。まさに苦しんでもがき苦しみながら掴んだこのワールドカップの切符、トゥーリオも中澤も懸命に頑張りました。後半